子供の算術書算術は数の概念や数の演算を扱いその性質や計算規則あるいは計算法などの論理的手続きを明らかにしようとする学問分野である算術という日本語としては文明開化前後の数学いわゆる西洋数学の本格的な輸入以前は今日において和算と呼ばれているような当時のいわゆる 日本の数学全般を指していた。なおこの意味では、英語アリスマティックとは、必ずしも対応しない場合もある。また、算術及びアリスマティックの語は、数論を指し示す場合もある。過法、原法、情報、助法の4つの演算を、四則あるいは四則演算と称する。それぞれの演算について、日本において筆記などでは、この記号がよく使われている。コンピュータなどで、 アスキーに制限されている場合は、情報2を、情報2を代用することが多い。このうち、過法と情報は例を含む、皮膚の整数の範囲、つまり、自然数の範囲で自由に行うことができるが、原法と情報には制約がある。自然数の間の原法は、引く数が引かれる数より大きい場合を扱うことができない。また、自然数の情報は、 適切な常用を定義しない限り、割る数が割られる数な約数でない場合を扱うことができない。原法の場合は扱う数を、負の数を含んだ整数全体に捉え直すことで制限を解消することができる。例えば1には自然数を与えないが、整数全体で演算を扱うなら、度負の数を与えることができる。情報については扱う数を有利数の範囲にすることで、 互いに元な整数の間でも演算を定義できる。例えばマイナス43は整数を与えないがのように有理数を与える。したがって政府の有理数と例の数を扱うことで自由な指則演算が可能になる。ただし通常は助数を例とする情報は定義されない。指則演算を特徴づける性質には交換法則、結合法則、分配法則などがあり、 中小大数学では、四則演算が自由にできる、集合のことを体という。有理数の全体、実数の全体、複素数の全体などはすべて体である。情報は、情報の逆の演算になっている A、B イコール C ならば、A イコール C、B イコール CB、B イコール C、A イコール CA が成り立つ。A、B イコール1となるような情報の逆元 B を A の、 逆数といい、1、a と表す。つまり、以下のように表せる。したがって情報は、序数の逆数に関する情報に置き換えられる。原法は、下法の逆の演算になっている a、b イコール c ならば、a イコール cb、b イコール ca であるから、情報が、下法に、序法が、原法に置き、変わっただけで、情報と序法の場合と全く同じことが起こっている。つまり、 原法は、過法の逆の演算である。ここから自然に、A、B イコール0となるような過法の逆元 B を考える、ことに導かれる。A の逆元 B は A と表される。つまり次のような関係が常になり立つ。数 R が正ならば A は、負の数であり、A が負ならば A は、正の数となる。また、A が0なら A もまた0となる。したがって、正の数の原法は、 負の数の加法に、負の数の原法は、正の数の加法に置き換えられる。加法の逆元を与える演算子としてのタイと、二数の間の原法を行う演算子としてのタイとでは、記号は同じだが行う操作と作用する項に違いがあるため、区別を要する場合には前者を単項のマイナス、後者を二項のマイナスと呼ぶ。コンピュータの用語として、論理話や論理積など、 ブール値やビットを扱う論理演算に対して整数の加減乗場を扱う演算を算術演算と呼ぶ。また、右シフト操作においてその操作で開くビットに最上位ビットを複製して埋めるシフトを算術シフト、例で埋めるシフトを論理シフトという。これは歴史的にそのように呼ばれているが符号付きのシフトと符号なしのシフトと呼ぶのが理にかなっている。 ありがとうございます。